暴走族です。これを封鎖するんでしょうか。反対側、封鎖地点の反対側の方へ暴走族が走っていきます。12、3台はあります。12、3台、あ、もっといます、もっといます、かなりの数です。封鎖地点の反対側、封鎖道路の反対側を暴走族が走っています。かなりの数、これは20台、30台、40台ぐらいです。この後に車が並んで走行していきます。かなりの数の暴走族でした。かつてない規模の暴走族集団の出現。しかし彼らがやってきたのは捕獲ゾーンとは反対側の道路だった。やはり今日の作戦は失敗に終わるのか。落胆する気持ちを抑えつつ、石井警部補は再び彼らを追った。よっしゃ行こう。集団は西から東の信号無視、50分から50分、はい、京都大将長い展開、展開、はい、集団展開。突然暴走族が U ターンし始めた。一体何が起きたのか。実はいち早く情報をキャッチしたパトカーが暴走族の行く手を阻んでいたのである。彼らが進む道は捕獲ゾーンのあるあの側道しかない。はい、集団は静止。なお現在富田岡町通過、そちらに向かっておる。どうぞ。なお集団の4人等は分断、現在集団は25から30。どうぞ。慌ただしくなってきました。一斉に警察官が準備に入る模様です。こちらの方へ暴走族が向かっているんでしょうか。暴走族がこちらの方へ向かっているんでしょうか。はい、西川原西通過、集団さらに精神中、現場に向かっておる。捜査員が、スタンバイ状態に入りました。かなりの緊迫感が入っております。遠くからは暴走族の爆音がだんだんこちらに向かって近づいてきます。さあ、どっちに行く。どっちだ。変に思うか。暴走族の行く手は二手に分かれている。左は捕獲ゾーンが待つ速度、右は高架橋。その高架橋に向かえば作戦は失敗する。しかしパトカーが赤色灯で暴走族を牽制、侵入を阻止していたのである。かなりの台数です、かなりの台数です。上がるか、それでも速度入った、ばらけた、速度に入った。ついに追い込んだ。本体速度、了解了解。封鎖作戦の行っている道路へやってきました。今暴走族が今入ってきてました。後方ネットの前を暴走族が今通過しております。先頭に3台ぐらい、そしてここにはまだまだ続いております。さあ、今後方の阻止ネットの準備されているところを通過してきます。かなり台数が入ってきました。1台、2台、3台、4台、5台、はい、後方完全ブロック。前方は阻止。前方ネット出動。ネットは膨らみます。今ネット出します。ネット出ます。後方ネット出動。よし。バイクを捨てます。かなりの数です。かなりの数。バイクはここに来た。罠にはまった暴走族。一網打尽か。壊滅作戦は成功か。だが暴走族たちは意外な逆襲に出た。バイクを捨てます。かなりの数です。かなりの数。バイクはここに来た。捨てております。彼らは一斉に田んぼの中へと逃走し始めたのだ。そうそうそう、はいはいはい、
警察官後を追っています。激しい逮捕劇が続いている。捕まえて一人検挙しました。かなりの数です。かなりの数。少年が捕まっております。今、かなりの台数の、バイクです。今少年が一人検挙されております。一人の少年が自分の強いバイクはどれかということで今警察官に問われております。感謝を確認させてくれ。付近一帯にはかなりガソリンの匂いが充満しております。もうなだれるように数々のバイクが、よく見ますと彼らが逃亡したんでしょうか。田んぼに靴が埋まったりですね、帽子が落ちてたりします。かなり田んぼの中を走り回った形跡はあります。壮絶な逮捕劇は終わった。起きなんだこら。もう一つしっかり見せ。暴走族はどのバイクに乗っていたのか確認作業が始まった。また盗難車であることが判明すればさらに重い刑が科せられる。車体番号を確認します。暴走族の場合ほとんどが盗難車ということで、このチェックが重要なチェックです。通行規制とるわ。これが改造車の音です。これは この日の作戦で検挙された少年少女合わせて10名が茨城署へ連行されていった。作戦開始から30分、2時半過ぎに警察に押収されたバイクが警察官の手によって次から次へと運ばれていきます。押収されたバイクは31台、多数の盗難車が含まれていた。検挙された少年少女たちは道路交通法違反などの疑いで取り調べを受ける。